こんにちは。この番組は企業、子育て、ビジネスについて CEO キッズアカデミーファウンダーイゲット千恵子とマスター講師の藤原さと子がママを応援するための子育て番組です。はい、アロハ、イゲット千恵子です。こんにちは、藤原さと子です。はい、千恵子さんって結構芸術的なその絵描いたりとか、そっちすごい得意じゃないですか。そっち得意、めっちゃ得意。子供の時からそっちが。そっちしか得意じゃなかった。あ、そうなんだ。なんか習ってたんですか、そういう絵を。そう、うん、習ってた。ちっちゃい時から。絵画教室とか行ってた。へえ、あ、そうなんだ。それで、そうやって好きだから、そう、変わった。うん、いや、全然、うちは親からこれ行きなさいとか言われるのは一つもなくて、自分でお稽古事とか何でも選んでよかったの。うん、へえ。で、私、めちゃめちゃ好奇心の塊みたいな女だったから、うんうん、あ、これもやりたい、これもやりたい、これもやりたい、みたいな感じで、どんどん、注文していくのよ、親に。へえ。ほんで、お母さんが探してくるのね、先生たちを。あ、すごいですね、ネットのない時代。そうそう、もう足で。お母さんが自転車で探してくる。まあだから、うんうん、まあ今考えるとすごいいいお母さんだったんだけどさ、その、なんかこの娘の才能とかこう可能性に関しては割と寛大だっていうか、うん、そうそうそう。だから、こう練習しなさいとかそういうのももう一切。なんでかっていうと、うちのお母さん全くそういう何の才能もないから、うんうん、なんかこう、プロに託しますみたいな、そういう腹が座ってたのよ。ああ。自分はもう芸術的な才能とか一切ないけど、なんかこの子絵とか上手だし、なんかこういうものとか、なんかあと音楽とかそういう、まあとにかく4教科が得意で、主要5教科がええっていう感じだったから。なんか、その子育てしてるお母さんで、それ、千恵子さんのお母さんみたいにそうやって、もう好きなことをとことんやらせるお母さんってやっぱ少ないと思うんですよ。なんか日本の教育ってやっぱ平均的になんか、苦手なこともやらなきゃっていうのがあるじゃない。そう。平均的に全部ができるようにね、全部オールゴーみたいなのを目指すっていうかね。で、なんかその、うちの子すごい芸術的才能あるんだよねって思ってても、いやでも勉強がなっていうその悪い方にすごいフォーカスしちゃって、なんかそっちがもう気になってどうしたらいいのとかいう相談ってよく受けるんですけど。うん、ね、そう、でも、社会の構造がさ、その結局最後ゴールが、点を取って合格するみたいなところが大学のゴールになってるじゃん。そう。だけどまあ今ちょっとずつ大学の方もそれ変わってきてるからさ、なんか点数じゃない形でっていうのに変わってきてるから、まあそれはなんか逆にもういい、諦めてもいいっていうか、やんなくてもいいんじゃないかなって思ってるんだけど、その点取るための受験とか塾に行くっていうお金はもう用意しとく必要ないと思うんだよね。そう。だからゴールが今までね、そこだったからっていうのがあるから、だから平均的にできるようにっていうふうに、多分育てるのが、こう、正しいゴールみたいな感じだったっていうのはね、あるよね。こう思います。なんか、本当芸能界のそういうニュースとかを見てても、すごく今回、あったのが、その、ね、芦田愛菜ちゃんはそう、頭も良くて、芸能もできて、なんか、現役で、ね、いいとこ入って、みたいなんで、たや、違うルートから、その、栄養入試で受かった芸能人はすごい叩かれ、みたいな。そうなんですよ。ね、芦田愛菜ちゃん、慶応の方受かって、まあ、あの子は高校も慶応だったから、なんか、すごいって、崇められて、なんかもう一人の福君とか、なんか同じ子役の子が、早稲田の栄養とかに受かったりとか、慶応の。ダメなの、それダメなの。めちゃくちゃ叩かれてるんですよ。変なの、なんでも。なんかそんな先生でもいいじゃんね。うん。いいじゃん。だからびっくりして、そのニュース見たときに、なんか、言ったらもうね、芸能で秀でてるわけじゃないですか。そうだよ、本当だよ。一般ピーポーからしたら、すごい能力を持ってる人たちなのに、なんで叩かれるんだろうと思って。本当。なんかさ、大学もさ、やっぱ集客していかないとやばいからさ、やっぱ芸能人とか有名人とか入ってくれた方がさ、集客になるからいいんだよね。普通の凡人とか入れるより、一般人とか入れるより。ああ。
いや、そうだ、そうだよな。ね、そりゃそうだよね、と思うけどね、なんか。思いますよね。そういうことを言っちゃう人って、やっぱこう、どんな、運動神経してんだろう。いまいちよくわかる。なんかもうその勉強で入るのがいいみたいなのが強いんだなと思って、その本当だね、努力もしてないくせに的な思考なの。わかるわかる。なんかさ、やっぱ努力が素晴らしいっていうかさ、勉強ってさ、はっきり言って努力すればできんじゃん。うん、うんうん、いや、そうなんですよね。そう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 、本来はそうなんですよね。そう、やっぱ才能とかっていうのはさ、やっぱ努力してもできない、うん、できるもんではないものもあるじゃん。そう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 、そうそう、掛け合わせですもんね。そう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 、うん、だからやっぱりそこは特別な能力がない人以外はさ、うん、やっぱり努力してコツコツとやれば、うん、お点数が上がるような勉強とかはさ、やっぱりやった方が、うん、が自分の価値が上がるっていうかさ。だから、まあ、それはいいよね。だから、でも自分のほら、価値の上げ方とかはさ、それぞれの得意なもので価値を上げていくのが、まあ、一番いいわけだから。うん。本当そうですよね。なんか、小さい頃に、その、得意なことがもうすでにあるってだけで、私は、おお、いいじゃんと思うんですけど、うん。みんな探してる人が多いわけじゃないですか。うちの子何があるんだろうみたいな。そう。だから、この芸術的才能があるけど、勉強ができない子って結構、まあ、いると思うんだよね。一定の数ね。うん。うん。でもね、これから、その、芸術的能力っていうか、その、アート的感覚っていうの、ああいうのって、こう、すべてにおいて必要になるから。うん、ああ、そうですよね。なんかビジネスにおいてもそうだし、なんかそのネットの世界にしてもそうだし、何か物を作るとか、何かこうするときにも、やっぱ全部に役に立つなと思ってて。だから私も自分がその起業して、自分の能力の中で何が一番そのすごい起業に役に立ってるかなと思ったら、やっぱこの芸術的能力が一番、センスいい色合いがこう選べたりとか、例えばそういうことがつながっていくわけじゃない、感覚がいいとか、あと芸術家っていうのはさ、いつもさ、瞬時にその色とかを決めていかなきゃいけないわけです。ここに何色を塗ろうとか、ここにこうしようっていうのをこう瞬時にこう自分で決定していくっていう人たちなんだよね。じゃなかったら迷ってる人ってずっと描けない子いるじゃない、美術の世界さ、ずっとなんか描かないで宿題になっちゃう子、ああいうことっていうのは、そう、もともとその決定権っていうか、こう、決定できないから書けないんですよ。なるほど。だからね、逆にいいと思うけどね、これから。AI の世界にしても、IT とかそういうのにしても、全部こう、ビジュアル重視になってくるから、ビジュアルとその芸術的才能がある人って、もう、いいと思うけどね。勉強ができるより。うん。いや、ほんとそっちを本当にお勧めしたいけど、なんか、へえって言ってたから、やっぱりお母さん、本当に思考を変えていかないと、もう。うん、化石だな、そりゃ。うん、本当に。ね。化石っていうか、うん。数字を追っちゃうのに縛られちゃうんでしょうね。まあでも評価がさ、しやすいからね、その方が。点数で、そうですよね、見えてるからね。そうそう、見えてるし。自分のこの描いた絵が本当になんかさ、ぐっちゃぐちゃでもさ、何億とかついてる人とかいるわけじゃん。だからそれはもう本当に、もうその才能とか、それを認めてくれる人が世界にいるかどうかで変わるだけだからさ、すごい逆になんか金の卵っていうか、なんか、いや、そうですよね。で育てちゃうけどね、私だったら。うん。本当にですね。あとさ、なんか芸術的才能があることって、やっぱ親のどっちかとかができたりとかすると思うんだよね。そうですよね。結構遺伝してるんじゃないかなって思うから、だから、その人が育てた方がいいよね。そっち系の人が。芸術系が。ガチガチのお母さんに育てられると、やっぱ結構きついと思うんだよね。あ、そうですよね。自由な発想が大事なところで。そう。あとなんか、やっぱり、ぼーっとさ、なんかずっと何かを見てたりとかさ、なんか、集中してたらすごいなんか声かけても何の返事もしないで、ごはんよとか言って言われてさ、なんか、おられたりとかしやすいと思うからさ。確かに、確かに。だから勉強とかできなくていいと思うけど。
っていう私の。うんうんうん。これからはね。あとね、多分ね、テストとかに興味ないんだよね、そういう人って。ああ。だから別にバカじゃないと思うよ、多分。そうなんです。勉強ができないっていうだけでバカではないと思うから。うん、だからただその学校の勉強がしたくないっていうか、全く芸術性がないじゃん、あれだって、あの学校の勉強のやつで、うんうん。なんか自由度も一切ないしさ、このマスの中に書けみたいな。なんかもう絶対書けないと思って、いつも私はみ出してたもん。この枠の中に書けないんですけど、と思いながら。なんでここの枠に書かなきゃいけないんですかみたいな。ああ、もうそこからもう違ったんですね。そう。だって、こう、斜めに書いてもいいじゃん。かっこいいじゃん。確かに。そういう感覚なのよ。こういう人って。ああ、そっか。わ、芸術。うん。結構学校生活苦しいと思うよ。多分、こういう子は。ああ。普通の学校行ってると。うん。ああ、日本は特にね。そう。うん、だから私も、うん、もう高校でも無理だと思って、日本のも無理だと思って出ちゃったんだよね、だから。ああ、そっか、うん。色がないと思ったんだよね、その時になんか。日本って色がないと思って。なんかああ、色の使いね。そう。なんかビルとか全部グレーだし、みたいなさ。うん、あ、それ思いますね。ヨーロッパなんかすごい、ね、うん、そういうこと綺麗じゃん。歩いてるだけでいつも感動します。ねえ。だからそれがなんかすごい、色がないから、この国はつまらない、私にはつまらないみたいな感じで、なるほど。当時思ったんだよね。そう。だから、芸術才能ある子はそっちの方向がいいんじゃないっていうか、もうそっちの方向にさせるのが幸せだしさ、子供も。なるほどな。子供の幸せをなんかいくらでも好きなだけ、この部屋は絵を描いていいですよとかさ、例えば。うんうんうん。画材だったらいくらでも買ってあげますよとかさ。ゲームとか買うとかが欲しい子もいれば、なんかそういう、うん、なんか絵の具とかキャンパスとかそういうなんかものが欲しい子がいたりさ、するわけだから。あ、そっか、そうですよね。これからのね、時代はアートということで、ぜひぜひ、どっち方面を。ね。そうそうそう。だから勉強できなくていいですよっていう。いいです。はい。いいです。いいです。大丈夫です。芸術ができる。そう。いろいろと使えるので、勉強もまあもちろんね、できた方がいろいろ使えるけど、まあ、芸術も使い道めちゃくちゃ今後あるから、いいですよ。大丈夫。よかった。じゃあね、そうやって悩んでる方はたくさんいると思うので、もういいですと、太鼓判なので、皆さんもね。私みたいになっちゃうかもしれないけど。振り切っちゃってください。振り切っちゃってください。はい、今日もお聞きいただき、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。アロハー、イゲントチェイコです。私は子供にビジネスを教える CEO キッズアカデミーの校長です。今、全国、世界各地でこちらの CEO キッズアカデミーを受講していただいています。これはですね、まあ、これからアフターコロナ、ウィズコロナと言われる時代に子供たちに自分たちで仕事を作ること、ビジネスを作ることっていうのを学んでいただくために私が作った講座になっています。で、私自身も日本とアメリカで会社を経営していて、新しく事業を作る、新しいことにチャレンジするっていうことがすごくやっぱりこれからの時代必要だなと思いました。そしてアメリカの子どもたちは、学校で、ビジネスについて勉強しているわけなんですね。なのでそういった意味で、日本の子どもたち向けに、ビジネスを学ぶというような内容で作らせていただきました。幼稚園の年長さんから受講できます。日々、生活している中で、社会の仕組み、それから一人でビジネスするときにはどんなことを準備したらいいのかなんていう、そういったものも含めてビジネスの考え方の基礎というものを学んでいただきます。こちらはぜひ親子で学んでいただきたいので、子どもと、お母さんお父さんが一緒になって考えていく、そして社会がこれからどうやったら良くなるかなんていうそういったことも考えながら、ビジネスを構築していくというふうな内容になっております。こういった社会の勉強を、ビジネスを勉強すると、勉強自体がこれを勉強するとこういったことに将来役に立つんだよなんていうことも分かりますので賢くこれからの勉強に取り組んでいただけるかななんていうふうにも思っております。